ゆうさん、最近ちょっと見てたら鬼滅の刃っていう漫画、すごい人気みたいですね。すごいね、今ジャンプ、俺はジャンプで読んでるけど、はいはいはい、勢いあるね。なんかその単行本とか買おうと思っても、なんか全巻はないです。ここは1巻だけです、4巻ですみたいな。でちょっとそのネットで買おうとしたら2週間以上かかりますみたいな。そんなに、で僕 Kindle で、はい、17巻全部まとめ買いしたんですけど、うん、まだ今日の朝買ったんで、見てないですけど、これどういう話なんですか。わかりやすく言うとよ、鬼滅の刃、妹が鬼になっちゃったのよ、でその鬼になった妹を救うための話。はあ、まあだから鬼になってしまってんけど、鬼になってんけど、精神はあるというか、妹さんが、そう、普通鬼になったらもう精神もなくなって理性もなくなってわーってなるところが、妹は鬼にはなったけど一応まだなんか妹の精神がちょっとだけ残ってる、でも鬼で人を襲うかもしれない、っていうのでこの筒みたいなのをずっと加えてんね、人を噛まないように。普段から妹さんは近くにはいるんですか。そう、背負ってる。あ、そうなんですか。だからこれが全部理性がなくなってしまったら本当の鬼になってしまうから、はい、そうなる前に妹を救おうと。で救うためにはどうしないといけないかっていう話で、いろんな鬼と戦って情報を集めたりとかする。これが連載始まったのが3年前ぐらいだけど、あ、ちょっと最近なんですね。3年前の時は少年ジャンプでも割とね後ろの方やって、最初そうなんですね。で変な話、これまあ、ファンとしての言葉やねんけど、あ、これ終わるかもこのまま面白いのにっていうぐらいちょっとのらりくらりやったのは、はい、ここ1年半ぐらいで一気に読者アンケートも伸びて、で今はなんならもうワンピースはまあジャンプの看板やけど、ワンピースの次に来るぐらいの読者争いしてるから。へえ、うん、僕全く知らなかったっすね。そう、まあ詳しくないとね。でも1200万部売れてるからね、累計。はぁ、でもこの設定がまあ大正時代という設定で、でまあこの剣客で戦って鬼を助けてみたいな、はい、で結構ねバトルシーンとか漫画はごちゃつくのよ、いろんな技、あの家屋をバッキバキに壊すから基本。鬼だからってことですか。向こう向こうも鬼やし、でも鬼って言ってもあの鬼もう人っぽいのよ、見た目は人っぽいけど鬼っていう。でもこの剣で戦ったりとか、この鎖だなんだとかでこれでもかっていうぐらい家は壊れる。うん、へえ、ね、めちゃくちゃお前もう死んでるやろっていうぐらい傷つけられても生きてるやついっぱいおる。まだ鬼やからもう首はねえな、死なへんとか、そういうことですね。そういう部分があるのよ。あ、でもだからそこが致命傷を与えたと思ったらまだ生きてるっていう戦いもあるし、はい、今ジャンプで描かれてるところとかは今の現在で現時点ではね、はい、主人公出てきてないから。主人公出てきてないストーリーが長いこと続いてる今。でもこれがヒットする漫画の大前提、主人公が出なくても面白いっていうのがやっぱりヒット漫画の要素よね。なるほど。だから最初は3年前、ね、はい、連載が始まった頃ってこの妹禰豆子って言うんだけど、妹を救うための旅やったのよ、俺は。ほんでおそらくどっかで担当が変わったと思うんだけど、はい、ジャンプの編集の、はい、途中からもう妹関係あらへんくなってきてるから。妹救うよりとりあえずバトル優先。このバトルが面白いのよ。めちゃくちゃ読みたい。ほんでこうバトルわーって戦って主人公がやられかけた時に妹出てきて妹助けるとかあんねん、妹がこの主人公助けるみたいな、うんうんうん、そこの兄弟愛もあるし。あー、なるほど。いや面白いね。ほんで鬼滅の刃に関して言うと、俺は進撃の巨人と同じ現象やと思ってんだけど、進撃の巨人もやっぱコミックスで読む人、俺もコミックスだけど、はい、やっぱりもう絵のパワーがすごいというか、はいはい、もう描くぞーっていう描き方するから、
割とごちゃごちゃしてんのよ、うん、表現自体も、はい、これが進撃の巨人も鬼滅の刃もアニメ化されたらこのごちゃごちゃ感がええ感じにめちゃくちゃスマートに表現されるから、だからアニメの方がバトルシーン見やすい、アニメの方がいろいろ表現分かりやすいっていう人も増えて今みたいな爆発的ヒットにつながってると思うんだよ。だけどこんなに本屋さんで本がないって珍しいんですよね。これが難しいのが分からん、作者の方がどういう風な戦略をしてるのか分からんけど、俺いろんな漫画家さん知り合いいっぱいおるけど、人たまにその漫画家さんの中ではもうコミックスで出さずに電子書籍でしか売らないって人いるから。それなんでなんですか。予算がかからへんねん。紙でするとその紙で吸った分だけお金かかるやん、はい、だその分を経費が減るから電子書籍の方を多めにっていう人も今いるから、そういう戦略かもしれんし、シンプルに人気すぎて買えないっていう状況かもしれんし。なるほど。じゃあちょっと今後も期待できる漫画、いや今の少年ジャンプを支えてる漫画の5本の作品には入るんじゃない。今は多分ワンピースで、はい、僕のヒーローアカデミアで、約束のネバーランドで、ハイキューで、鬼滅の刃、この5作品が今の少年ジャンプを支えてると思うけど、ね、あ、うん、ちょっとこれ読んでみます。私もだから漫画進撃の巨人と同じで漫画派とアニメ派に分かれるわ。もう好みやな。俺は漫画派、コミックス派やから、俺は連載で鬼滅読んでるけど、はい、やっぱしあれですね、あの二宮さんはその漫画も読んでアニメもそういうのって大体毎回見るんですか。見るね。見といた方がええもんっていうか、うん、鬼滅もそうやけど、この漫画の表現アニメでどうやってやんのみたいな。あ、そういう目線でももう、まあ、見たいね、やっぱり、うん、いや、すごい人気やと思って。だから今、ジャンプ読んだら、まあ一応少年ジャンプって読者アンケートの結果をもとに、まあ一番最初からこう並べていくとかいう、まあ噂あるけど、まあちょこっと入れ替わしてるらしいけど、だいたいベスト5に毎回鬼滅の刃入ってるから。あ、じゃあもう前半の方に来るんですね。絶対に来るな。でやっぱこの主人公と、まあ、その妹で他の敵も含め、うん、割とみんな小柄やねん、うん、漫画で描かれてる感じ。これがちょっと戦いは派手であったり首飛んだりちょっとダークな表現あるけど、そのやってるキャラクターがコミカルで可愛いから、これが人気の理由かなと思うけどね。はあ、なるほど。これもちょっとおすすめですね。でちょっとまた読んで感想言わせてもらいますから、うん、なんで読んでないのに喋りかけてきてんねん。いや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 、こっから読むにあたって僕映画とかでもなんとなくあらすじを聞いてから見るタイプです。なるほど、はい、そっちの方が目線ができて見やすい。じゃあ今17巻、17巻まで単行本、はい、じゃあそんなあなたに言えることは、はい、全然鬼からは回復しない。妹ずっと鬼まあ、鬼から回復するときが最終回やからな。なるほど、うん、その目線でじゃあ見させてもらいます。見といて。ありがとうございます。いえ、この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。